ミールダルスヨークトルとは、アイスランド南部にある氷河。アイスランド語で、ミールとはムーアあるいは湿地を、ダルスとは谷を、ヨークトルとは氷河を意味する。無理に、日本語に訳すと、湿地の谷の氷河といった意味になる。現地は、ビークの北、ミールダルスヨークトルよりも小さなエイアフィアトラヨークトルの東に位置する。標高は1493メートルに達し、 1980年代には595平方キロメートルの面積を追っていた。氷河の頂上は氷棒をなし、カトラ火山の山頂を追っている。カルデラの小道は10キロメートルであり、およそ40年から80年ごとに噴火する。直近の噴火は1918年に起こり、火山学者は注意深くモニタリングしている。930年から18回もの噴火が記録された。 エルトギャウとして知られる噴火割れ目は、距離が3 0トルあり、936年に噴火した。この谷は、カトラ火山と同一の火山システムに属しており、世界で一番活発な火山とみなされうる。州アイスランド国道1号が完成する以前、アイスランドの人々は、火山の真正面の高原にあって、普段は細い川を、噴火に伴い頻繁に起こる鉄砲水で発生する。 急な増水に注意しつつ溶かしたものだった。中期すべき災害は、1918年噴火の後に起こった氷河湖決壊洪水である。このラハール星の土石流で押し流されてきた砂礫で、海岸線は5キロメートル広がった。ありがとうございます。